こんにちは、かおるんです。今日はね、 SNS の中で近年ね急上昇しているインスタグラム、こちらのねフォロワーさん、いいねを増やすコツを皆さんにね紹介していきたいと思います。イエイ。最近はねコロナが流行っていてね、ますますねおうち時間が増えていると思います。そんな時だからこそね、 SNS っていうのはね皆さんとつながれるね大切な手段だと思います。中でもインスタグラムはね、 SNS の中心になりつつあると言っても過言ではなくて、国内では2019年にね月間利用者数が Facebook を超えました。 Twitter と比較するとですね、国内の月間利用者数は負けているんですけれども、世界と比べると約ね3倍の利用者数を誇っています。また2020年までの新成人に向けたね SNS の利用率アンケート、こちらの結果もあるんですが、グラフをね見てもらうと分かる通り、インスタグラムがね圧倒的ですよね。すごすぎる。インスタの最大の特徴は何といっても、インスタ映えだとかね言われるように、投稿をね思い出としてずっと残せるところです。ただデメリットとして、ツイッターなどにねよく見られるリツイートやシェア機能、こちらがないために拡散性がね非常に弱いです。でもせっかく投稿するんだったら、少しでもねたくさんの人にね投稿を見てもらえたらめちゃめちゃ嬉しいですよね。ということでね、今日はフォロワーさん、いいねを増やすコツを見ていきましょう。よいしょ。今回は僕のアカウントを使ってね皆さんに紹介していきたいと思います。やるコツとしてはね4つあります。1つ目はね、投稿する軸の内容を決めてください。食べ物、旅行、音楽、絵、生き物、はたまた日常生活、何でも構いません。皆さんが好きなものを、過去に投稿してきたものの中で特にね多いジャンルが軸になるかと思います。僕はですね、皆さんが知っている通り音楽がねとても大好きなので、音楽の投稿を中心にしてあげています。だいたい1週間にね2回程度投稿していくと伸びやすくなるかと思います。ただしね、音楽とか絵はね練習に時間がかかりますし、旅行なんかはね1個行くのにねとてもね大きいイベントですから、そんなにね頻繁に投稿できるものではないかと思います。そんな時は定めたジャンルに関連する投稿をしてみてください。僕の場合は音楽を軸としていますから、イヤホンだったり大好きなねアーティストの DVD を購入しました。そんな感じでやるといいと思います。2つ目は、投稿時にハッシュタグをつけてみましょう。投稿時にね、投稿に関連するハッシュタグを10個から20個つけてみてください。逆にね、ハッシュタグと関連しないものをつけようとすると逆効果なので、それはやめましょう。またつけるハッシュタグのうち、毎回ね同じものをいくつかつけることによって、そのハッシュタグでのね影響力が少しずつ上がっていきます。僕がよくつけるハッシュタグは主に音楽、ギター、弾き語り、路上ライブ、ワイヤレスイヤホンの5つが多いです。3つ目は、自分がつけたハッシュタグをたどって他の方の投稿にいいねをつけていってください。こうすることで自分と同じジャンルを投稿している方にね足跡を残すことができて、いいねとかねフォローをくれるようになります。投稿時にねつけたハッシュタグ1つにつき10件ぐらいいいねをしていくのがいいかと思います。毎回ハッシュタグをつけていると、あ、このハッシュタグ重要じゃんって分かってくるので、いいねの比重をね変えても OK です。最後4つ目は、他の方からフォローが来たらフォローバックをするようにしましょう。先ほどまで紹介した1から3のプロセスを繰り返してもらえると、フォローといいねがね定期的に来るようになります。この時フォローしてくれた方の中で自分とね同じジャンルの方だと思う人はね、積極的にフォローバックをしていきましょう。同じジャンルの人とつながることで、自分が投稿した時いいねやコメントで応援してくれます。もちろん逆もしかりで、皆さんがね他の方にいいねやコメントすることで、その方のねモチベアップにもつながるので、ぜひやってみてください。以上4つがコツになります。この4つのプロセスを繰り返してもらうことで、アカウントがね確実に大きくなっていきます。僕も1ヶ月で500人ぐらい増えてね、とてもびっくりしたし、何よりね嬉しかったです。ぜひ皆さんもやってみてください。最後にね、僕いろいろ喋ってきたんですが、 SNS で一番大事なのはね投稿を楽しむことです。ぜひね楽しんで、たくさんの人とつながってみてください。その中でね、僕が今回紹介したコツが皆さんのねインスタ投稿のモチベアップにつながってくれたら何より嬉しいです。ということで、今回もカオルの動画をご視聴いただきありがとうございました。カオルの動画楽しかったよ、面白かったよと思ってくれた方は、ぜひねチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。チャンネル登録者1000人を目標にして頑張っていますので、ぜひぜひ応援よろしくお願いいたします。
ということで、また次のカオルの動画でお会いしましょう。バイバイ。